次に谷光一さん。委員長。谷さん。自由民主党の谷光一でございます。今日は30分時間をいただきました。大きく3点に分けて、大臣以下ご質問をさせていただきたいと思います。一つは災害対策法制の見直し、二つ目はお手元の資料にございます、いわゆる中川市案についての大臣のお考え、それで3点目は豪雪の特別措置法であります。2番目から入ります。お手元に大臣の朝日新聞の3月9日先週の金曜日の3週間後つまずき幻の復興法案という記事があります。この記事によれば、当時予算委員会の中川筆頭法理事大臣がですね、これは何とかしなきゃならない、おそらく政府に任せててもなかなか思い切ったことができないだろうということで、民主党内のどういうメンバーかよく分かりませんが、3月末にこういろんな復興の骨子をまとめた。しかし原案が報じられると各閣僚たちからいろいろ批判があり、与謝野大臣は国債のいわゆる日銀引き受けですね、現在では法律で禁止されている、こんなものは絶対認められない、またこの報道による防災復興府というのは屋上奥を犯すようなものだということで潰れた、封印されたと報じられております。大臣、この報道は間違いございませんか。長川防災大臣。東日本大震災の発生、直後というのは、各省庁ですね、現実対応に、追われておりまして、なかなか、その次を見通して、政策を打っていくという、その体制、が難しいだろうという、そんなことがありました。私も予算委員会の筆頭として国対に参加をしておったものですから、次から次へと、議員を通じて、情報が入ってきました。我々ができることとすれば、一つ議員の中で叩き台ですか、その法案についてもですね、それを、作って、準備をしておくということ、これができるんじゃないかということで、国対等のその相談の中で、そういうチームを発足しました。実は隣の後藤副大臣も、中心になってそのチームで頑張っておっていただいたんですよ。ただ途中でこうした形で報道が出たものですから、それが、なんか成案のような形で、報じられたということがありまして、その、ことによって、次のステップを踏めなかったといいますか、そこで、成案に持っていくようなその議論をするところまでいかなかった。で、同時に、そのキャビネットといいますか政府の方も、体制が立ち直ってきて、そこからさまざまな法律議論も始まってきましたので、そこへ向いて、次のステップはもう任せていこうということで、私の試案止まりになってしまったということでございます。委員長。委員長。誠に大臣申し訳ないんですけれども、時間は30分です。お尋ねしたいことは、これはおおむね事実ですかということでしたので、簡潔にお答え願えれば大変ありがたいと思います。今のお答えですと、事実ということですね。そういうふうに受け止めさせていただきます。いや、私は誰も非難しているわけではないんです。我々議員として、いろんな立場で復興の在り方を考えることは当然だし、またこの報道によれば、新たな司令塔を作り、また増税も行い、思い切った被災地支援策も
講じるべきであるという、まさにその後の歩みを先取りするかのようなあれだったと思います。まあ、そういう意味で、中川大臣なり後藤副大臣もその黒幕かよく分かりませんが、敬意を申し上げたいと思います。ただいかにも民主党らしいと思いました、この記事を読んでて。つまりそういう発想がある人をどうして与党の中でまとめてそれを施策に生かすことができなかったのかなと、政党として対応なしているのかなと、厳しく言えばですね、与党ですから責任を持たなければならない政党ですから、まあ、そういう意味では大変残念であります。さて大臣に引き続いてお尋ねします。じゃあそうすると、まあ、まだ荒々の中川氏案、この新聞によればですね、中川氏案ではありますが、その施策の骨格と今政府が取り組んでいる骨格とは、まあ、細かなことをいろいろ言ってもあれでございますけれども、基本的には変わりませんか。変わっているのは国債の日銀直接引き受けが今はされてませんので、それぐらいですか、この違いというのは。この試案というのはですね、出来上がったものじゃなくて、さまざまな選択肢をその中に入れたということで、さっき の日銀の直接引き受けもそれで決め打ちをしたわけじゃなくて、まあ、そういう議論もあるということの中でもう一つあったということなんです。で、まあ、そういう意味で叩き台ということでありますので、まあ、この中から実現ができたこと、さっきのお話のように、まあ、相当部分あったんだと思うんですが、そういう意味では参考にしていただいたんだと、まあ、いうようなところじゃないかと思います。谷さん。委員長。はい、まあ、相当取り入れられた、参考にしたというか、まあ、例えば復興庁ではですね、私も復興委員会で集積表具にずっと携わりましたけれども、あれは我々がそうしたんですよ。政府の案は全く今の内閣府と一緒で、まあ、いわば中身のないあれでございましたけれども、ただ私は大臣正直な話、この中川氏案なるものをよく知りませんので、そういったことを念頭において修正協議に臨んだわけではありません。ありませんけれども、まあ、結果的に我々といいますか、自民党の復興への取り組みの考え方と、この中川氏案というのは大変近いものが あると思います。じゃあ最後にこの中川氏案について、今の現時点での思いを お聞きしたいんですけれども、なぜ政府はこういう、まあ、原案言いますかね、それをこう柔軟にこう取り込む、あるいはそれらを封印というようなやり方ではなくて、こう、うまく取り入れるようなあれは可能ではなかったですか。どう思われます、大臣として。ああ大臣、私が反省するとすれば、情報管理だったと思うんです。本来ならですね、議論の対象として、叩き台として、生きていったんだと思うんですが、その前に、なんか決め打ちで、新聞で、ポンと出たということがですね、いろんな混乱と誤解を導いてしまったということでありますので、そこのところの難しさがあったんだと思います。ただあとさっき申し上げたように、これを参考にしていただくところもあったということがあるとすれば、それは一定の意義が あったというふうに思っております。谷さん。委員長。はい、はい、少し私の認識と違います。大臣は情報管理の方と言われますけれども、私はこの情報管理ではなくて、こういうような、素晴らしい
先見性のある考えをこう生かすことができない政党なり、政府というのに問題があったということだと思います。私の受け止め方はですね、まあ、しかしそれは実は今も尾を引いているところがあると思います。まあ、今日は災害一般ですから個別の東日本大震災についての質問はいたしませんけれども、それはいろんな意味でちょっと取り組みにも震災復興の取り組みにも影響しているのではないかと感じているところであります。さて質問を次に移ります。災害対策法制の見直しということであります。まあ、17年前神戸で大震災があり、まあ、私も神戸でそれを復旧復興に、こう当たらさせていただきましたが、まあ、この度の 3.11 の災害は、まあ、文字通り未曽有の災害であったかと思います。まあ、そういう中でいろいろこう取り組みを反省する中で、そもそも災害に対応する法制、これは今の法制でいいのかということを政府の方でも検討をしておられます。その中のいくつかの論点について現時点での大臣の考え方、今後の取り組みについてお尋ねをしたいと思います。まず現在の基本法である災害対策基本法、1961年、伊勢湾台風の後作られた法律でございますけれども、まあ復旧、応急復旧、復旧という言葉はありましても、復興の規定がない、復興のための国の体制、復興計画の位置づけなども何もありません。まあ、私はかねてより、まあ、学会の方もそういう要望は前からありますけれども、復興ということをきちんと法的に位置づけるべきではないかということも、この災害対策特別委員会でも質問したことはあります。まあ、名前は出しませんが、はい、しっかりと受け止めてといつも答弁しますけれども、何にもしてません。正直なところ、その後の推移を見れば危機感もないというのが状況ではなかったかと思います。厳しく言えばですね、受け止めるだけ、言葉だけ、表面だけで具体的に取り掛かろうとしませんでした。がさすがに今度はこれだけの大震災を受けて今のままではとても対応できないということで、まあ、先ほどの作業に入っているかと思うんですけれども、この大臣復興という、 こう概念といいますか規定、そういったものをしっかり新たな、もう一度こう見直す災害の対策法制の中に入れるべきだと私は思いますけれども、大臣の所見をお尋ねします。なあ大臣、結論から言えば私もそう思います。で、谷委員が、以前からそうしたご指摘をいただいて、で、まあ、この委員会でも、その議論があったということ、私改めてその、議事録を読ませていただきまして、ん、まあ、それこそさっきのお返しのようなものですが、先見性を持ってですね議論をしていただいたということで敬意を表したいというふうに思います。で、まあ、実は今やっております防災対策推進検討会議でもですね、まあ、このことが指摘をされておりまして、災害対策基本法に復興段階の制度的な枠組みがなく、その都度決定されるので時間がかかってしまうという問題点の指摘があります。で、まあ、それを受けて次の大災害に備えて東日本大震災において取った制度上及び運用上の特別対策の効果、是非を検証して有効な対策については直ちに発動ができる方策を確立すべきだというような指摘もありますので、今その災害対策基本法の
見直し、まあ、これのですね、枠組みの中にそれを入れて具体的に検討を始めております。谷さん、はい。そしたら他にもちょっといくつかお尋ねします。今回の 3.11 で市町村がだいぶやられました。役場がやられ、市役所がやられ、また市の職員、役場の職員も、まあ、高いところでは3割以上の方が亡くなるという、まあ、大変な、まあ、悲劇的なこともございました。まあ、ただ現行の災害対策基本法はそもそも市町村を基本にした法体系ということですがね、そしたら市町村がもう機能を全く喪失してしまったということはそもそもそれこそ想定外だ、少なくとも法律上の想定外だということになろうかと思います。この点は大臣どういう方向で検討していると受け止めればよろしいんですか。長大臣。そこのところもですね、非常に大事な観点だと思います。まあ、いずれにしても、この基本法制だけじゃなくてすべてのその計画を、今回の大震災の経験、これを徹底的に検証して、それを生かしていくということでありますが、まあ、その中でも先ほどご指摘のあった市町村そのものが機能喪失をしてしまったということ、あるいはまた県の機能でさえ、まあ、十分に発揮がされなかったというような、まあ、そういう指摘については、それをどう克服していくかということについて新しい枠組みを考えていくということだと思っております。先ほど申し上げましたこの、検討委員会でもですね、改めてそこのところの議論もございまして、まあ、中間報告が出てるんですけども、大規模災害時における都道府県や国の調整による地方公共団体間の支援の仕組みを強化していくということ、それから都道府県が広域避難に関する指示調整を行うことができる仕組みを具体的に確立をするということ、それから被災地の要請がなくても物資を送り込むプッシュ型の制度の構築をしていくという、まあ、具体的にこんなことも含めて指摘がされておりまして、改めて制度化をしていくということが大切だというふうに思っております。谷さん。はい、ありがとうございます。今の市町村の機能の喪失する問題は大臣少し気になるのはですね、メンバーに市町村の方入ってないでしょう、この検討会議の災害対策法制の。また我が兵庫県も入ってますし、泉田知事も入っておられますけれども、ここはまた最終報告まとめるとこまでにですね、ぜひ実際に市町村の機能が喪失したところの意見をぜひ聞いてほしいと思います。なぜかと言いますと、とかく中央では頭で考えてですね、市町村がダメなら県がやればいい、県がダメなら国がやればいい、こういう発想をするかと思います。ただ現場では県の職員が市町村に行っても役には立ちません。知らないから現場のことを何も。だから実際に即したそれこそ災害対応というのは理屈ではなくて現実にこうさまざまなことが指示ができて物が動いてこう住民の方々がこう安全に安心してとりあえず避難できるようなことをするのが第一ですので、ぜひこれは要望でございますけれども、現場の意見も喪失した自治体の現実の意見をよく聞いて最終報告をまとめていただくようご要望をしたいと思います。さて、災害対策法制の見直しで長期避難者への対応です。これはなかなか本当に今でも続いてますけれども、まあ我が国の歴史上放射能の問題もあったにせよ初めてだと思います。こんなに広範囲に、ほとんど全ての都道府県に、まあ、
分散している、避難もしている、非常に広域的だということ、そして極めて長期ということが予想されます。仮設住宅は建前は2年となってます。まあこういう委員会のやり取りでは建前で2年なんていう答弁も時々ありますけれども、まあ現実問題、被災地に一歩行ってみればそんなことは空理空論だというのは大臣もよくご存知かと思います。ですから広い範囲のその避難者への対応をどうするのか、また非常に長期間にわたるであろう避難者のどう支援していくのか、まあ、それは災害救助法の見直しにも当然入るかと思いますけれども、その点について大臣どうでしょうか。なあ大臣、ご指摘のとおりでございまして、とりあえずの避難ということと、それからそこが長期化していく問題、それからさっきご指摘のあったこの広域避難ですね、それに対する調整、これをしっかりとやっていく必要があるということ、これを私も認識をしておりました。その上でですね、今その、同じようにこの検討委員会の中でもこれ取り上げられて議論をしているというふうに認識をしておりますけれども、安全でそのライフラインが機能している場所への二次避難、それから被災者ニーズに応じた避難所の運営、それから生活不活発病の抑制、災害時要援護者へのさらなる配慮、これが当面の避難所でのその裁きだというふうに思うんですが、これを今後の対応の方向性として指摘をされております。でさらに救難救助、それから生活再建支援、自立の各段階での支援内容が必ずしも明らかでないということ、そういう課題があるということですね。それから被災者支援関係諸制度の体系化、それから早い段階からの働く場の確保、コミュニティの維持再生で、さらに広域長期避難への対応や被災者支援制度の充実という観点から、トータルで範囲をですね、広域的なシステムを作るということも前提にしながら、こうした具体的な問題点を克服をしていくということだと思っておりまして、今その検討を進めてまいりたいと思います。谷さん、はい、いろいろこの点についてもなかなか難しいところもあろうかと思いますけれども、一歩一歩ぜひ前に、こう向くように進めて いただきたいと思います。これ大臣、今後のスケジュールとして、こう事務的にお聞きしてますと、夏ぐらいに最終報告という予定ですけれども、最終報告を待って法制化ということなのか、それとも順次法制化できるものはからやっていきたいという考えなのか、その辺今後のスケジュール、取り組み方針といいますか、確認させていただきたいと思います。長谷大臣、すでに中間報告も出ましたので、その中で具体化できるものというのは順次ですね、できるだけ早く法制化をしていきたいというふうに思っております。で、最終段階で、夏に最終報告ということでありますが、またその最終報告を受けた上でさらに具体化をしていかなきゃいけない議論もありますので、ここ1年かけてですね、できうるところから順次やっていくという考え方で、進めていきたいと思っております。委員長、谷さん、はい、わかりました。またしっかり案を見させていただいて、不十分であればより、手厚い中身の
法案にまたさせていただきたいと思います。時間がなくなって、だんだん少なくなってまいりました。豪雪特措法の関係で、今日は総務省の自治財政局の米田審議官にも来ていただいております。お尋ねしたいと思います。除雪とか排雪の経費は特別交付税で措置するということは関係の皆さんみんな知っておられる。私は今年の豪雪で青森に行き、秋田に何も好き転んで行ったわけではないんですけれども、党の仕事で行きました。またこの衆議院の災害対策委員会の視察で長野、そして新潟にも行きました。いろいろ聞いてみると引っかかるところがあったんです。つまり除雪とか排雪のランニングコスト、人件費も含めて、それは各自治体が総務省にこれだけ特別な財政需要がかかったということで要求する。そして今の地方財政措置は普通交付税にも一定部分入って、それで賄えない部分は3月の特別交付税で見る、こういうスキームですけれども、しかし自治体の防災体制の現状は10年前とかなり変わってます。つまりこう地元の建設業者の数も減っている、資機材も減っている、パワーも減っている。それで自治体が除排雪をお願いしても機器を貸してあげないと現実にはできない。一機数千万もする機器を抱えるだけの余裕がなくなっている。それで青森でも秋田でも新潟でも長野でも確か半分程度はもうレンタルしてると言われてました。市町村はまだそこまで行ってない、お金がかかることですから。じゃあそうなると、そういった経費を地方財政措置でどう見てるか、私で調べた限りはどうも見てないんじゃないかと思いますけれども、審議官どうでしょう。総務省米田大臣官房審議官。お答えいたします。今もご指摘の通り、地方財政措置におきましては除排雪経費、普通交付税と特別交付税の2段構えで措置することになっております。で、普通今ご指摘いただきました資機材の購入費につきましては、私どもは現在普通交付税の中で措置をしているというふうに見ております。具体的に言いますと、普通交付税の中では購入費をそのまま見るという方法ではなくて、その焼却額を基本的には毎年毎年、普通交付税の中で算定している。具体的に申し上げますと、資材のその焼却分につきましては、地方公共団体が自分で、除排雪をするということを前提として、資機材のリース、チャーター料、燃料費等の形で、資機材を地方公団体が自ら所有しているか、それから業者が所有しているかにかかわらず、一律にその中で算定をしているという形で入っているというふうに関連しております。そういう意味で現在ご指摘のとおり、特別交付税においては除排雪に直接関係する経常経費のみを対象といたしまして、この資機材の購入費については対象としていないという実態がございます。申し上げますと、その購入費を単年度で措置をするということではなくて、その資機材の耐用年数に分割をして措置をしているということで、ご理解をいただいているというふうに理解しております。大臣さん。はい、今答弁がありましたけれども、もう一つすっきりしません。現実にそれぞれの自治体ごとにそういうのがまたしっかり交付税ということで手当てできているのかどうかというのを今後もよく検証していただきたいと思います。それは要は中途半端な金額でないからですわ、ね、1台数千万円もするんだ、それね、それいっぱい数十台、豪雪の件は買わざるを得ない。今までは業者が持って、いただいてましたけれども、だから そういうお金というのはどうも私が見るところ、特別交付税の要望の中にも入れてないし、普通交付税もなんか理論的には入っているかのような
ことを言われますけれども、どうも十分だとは思いませんので、また今日はこれ以上申しませんけれども、総務省の方でしっかりとその点についてまた直に話を聞いてですね、よくお聞きをして改善を目指して頑張っていただきたいと思います。時間が参りました。これで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。